さあ、どちらがニラでしょうか。こんにちは、チャオトゥッティ。イタリアアルプスでプチ百姓をして約8年、ひろこがお伝えします。今日はですね、園芸初心者でも育てやすい栄養満点野菜、ニラ、その美味しい特徴として大切な注意点についてお伝えします。この注意点というのは、下手したら命を落としますので、大変厳重な注意点です。ではまず、ニラがどうしておすすめかというポイントについて5つにまとめましたのでご紹介したいと思います。1、育てやすい。2、虫がつきにくい。3、何度も収穫できる。4、毎年勝手に生えてくる。5、これは実際に食べる時のメリットですが、栄養満点でいろいろな料理に使いやすいという点です。まず1の育てやすいについてですが、野菜ってものによっては結構すごくまめなケアが必要だったり、土の成分とかpHが違うと全然育たないデリケートな野菜というのもあるんですけれども、ニラの場合はそんなにケアが必要じゃなくって育てやすいですね。そして場所も取らないので、畑お庭がない方でもプランターで育てられる。そしてプランターでもしっかり育ちますので、マンションやアパート暮らしの方にもおすすめの野菜だと思います。2つ目、虫がつきにくい。これはですね、ニラの独特の香りのおかげかなと思うんですけれども、キャベツなどの葉物野菜に比べたらもう全然虫はつかないと言っても過言ではないぐらい虫つきにくいなと、まあ、少なくとも私の経験では思いますね。私の畑ではもうかれこれ7年8年ぐらいニラを植えてるんですけれども、一回も農薬をまく必要性に駆られたことはないです。ずっと無農薬ですけれども、毎年元気に虫もつかず育ってくれています。まあ、無農薬だからこそっていうのもあるんですけれども、まあ、これについてはまた話が長くなるので、もしご興味ある方がいらっしゃったらまた別な動画でお話ししたいなと思います。3つ目、何度でも収穫できる。これはですね、本当にお得ですね。ニラがこう生えてきて収穫するときに根元を少し残して切ると、この切り口からまた新芽が出てきて復活します。なのでシーズン中何回も収穫が楽しめます。で、だいたい4月ぐらいから、暖かい地域では3月中旬下旬ぐらいからもう生えてきますので、その後夏真夏になって花が咲いて葉が硬くなるぐらいまで何回も楽しめますので、そういう点でもおすすめ野菜だと思います。4つ目、毎年勝手に生えてくる。これはですね、ニラというのは野菜にしては珍しく多年草なんです。そして種でも増やすことができるし、株からも増やすことができます。一度根付いてしまえばその株が成長していって、その後株分けと言って、一度掘り返してその混み合ってきた株をちょっとまた間隔を空けて植え直します。そうするとそれぞれの株からまた成長していくということができるのがニラです。なので
経済的であるとともに自分で育てていく楽しみというのもあります。そして5つ目の特徴、これは栄養満点でいろんな料理に使えるということですね。ミネラル、ビタミン豊富な野菜であることに加えて、日本でもおなじみなようにニラ玉、ニラレバ、そして味噌汁に入れてもいいし、おひたしなんかにしても美味しいと思います。鮮やかなグリーンなので彩りもいいし、食卓を彩ってくれる野菜だと思います。といった数々のメリットがありますので、まあ私の意見ではニラは一家に一株と言ってもいいぐらい育てやすくて美味しくておすすめな野菜です。しかしですね、一点大切な注意点があります。それはこちら、スイセンとよく似ているので間違って食べやすいということです。どうしてスイセンと間違ったらいけないかというと、このスイセンというのは毒のある植物なんですよ。大量に食べたら本当に命を落としかねない毒がありますので、これと間違って食べないように家庭で栽培する場合はよくよく注意して栽培することをお勧めします。実際日本でもですね、ほぼ毎年食中毒事例が出ています。実際に亡くなっている事例もありますので注意が必要ですね。最近の例では2016年に北海道に住んでいた男性が庭に生えていたニラみたいな植物を炒めて自分で食べて亡くなったという事例があります。もう一つ最近の事例として探していてびっくりしたのがあるんですけれども、なんとお店でスイセンをニラと間違って販売されてたということがありました。今年2020年の2月14日バレンタインの日ですね、とある県、去年こういうポーズで話題になった県ですが、そこの保健所のお知らせで、とあるお店か直売所かな、ニラという商品名で売られてたものが実はスイセンだっていうことが判明したので、それを買った方はすぐに返品してくださいというお知らせが載っておりました。怖いですね。まあ、食べ物を売るプロとして絶対間違ってはいけないことなんですけども、そしてちょっと気をつければ違いはわかると思うんですけれども、まあ実際そういうことが起きております。厚生労働省からもニラとスイセンはすごく似ているので注意してくださいという資料も出ていますので、それについては下の概要欄に貼っておきますから、ご興味ある方はご覧になってください。はい、それではクイズです。こちらに2輪のスイセンがありますが、どちらかは葉っぱもスイセン、どちらかは葉っぱをニラにしています。さあ、どちらがニラでしょうか。正解はこちらです。当たりましたか。こちらが葉っぱもスイセン、こちらは葉っぱがニラです。このように並べてみれば割と違いは分かりやすいかなと思います。まあ、パッと見てスイセンの葉っぱの方が色が濃いですよね。まあ、そして季節柄もうスイセンの方がだいぶ育ってきてるというのもありますが、葉っぱも若干幅が広くて長いと。一方ニラの方は色がもう少し淡い感じの緑、黄緑に近い緑ということがわかると思います。では葉っぱを個別に見てみましょうか。このようになっております。形は大変似てますよね。ただ今も申し上げたように色が違うと。それからこう実際触った時の感覚ですけれども、私の感覚ではニラの方は結構ツルツルしている、一方スイセンの方は若干ちょっとこう粉っぽいっていうんですかね、そんな感触があるように思います。あとは一番違いが分かる点としては匂いです。
ニラはこの葉っぱを収穫した時に本当強烈な独特のニラの香りがします。なので収穫した時に全然匂いがしないってなったら、その時点でおかしいと分かるはずではあるんですけども、やっぱ急いで収穫してたり、あとまあ機械的な作業になったりしてると気づかないこともあるのかもしれないですね。ですので家庭菜園としてやるとき、絶対に水仙とニラを間違えないためのコツとしては、やはり一緒に植えないということですね。畑や庭がある方でしたら、まあ一番確実なのは、もうニラを植えるってなったら水仙は植えない。水仙の花も楽しみたいという場合は水仙の近くには植えない、水仙と絶対混同しないような遠い場所にニラを植えるということです。うちの場合は今の畑を手に入れた時にすでに水仙があったので、全部抜くのもちょっとかわいそうだなと思ってそのままにしております。でその畑の片隅に水仙が植わっているので、そこからずいぶん離れたところにニラは植えるようにしています。ただ水仙も結構強い植物なので、毎年よく見てるとだんだん生育範囲を広げてきてるんですよ。なのであんまりニラの方には来ないように時々間引きはしております。で、私の知り合いで最近園芸を始めた方にこのニラと水仙のお話をしたらば、その方の庭にはすでに水仙があったということなので、じゃあニラはプランターで栽培しますということでした。まあ、ご本人が気をつけていたとしても、ご家族、特にお子さんなんかいらっしゃる場合はお子さんが間違えるという可能性もありますので、それぞれの家庭に合った方法でニラと水仙は絶対混同しないように植えることをお勧めします。その点さえ注意すれば、先ほども申し上げたようにニラというのはとっても栽培しやすくて美味しいおすすめ野菜ですので、園芸を始めようと思っている方にはおすすめです。それでですね、最後になるんですけれども、私がどうしてイタリアでプチ百姓をやっているか、その理由をシェアしてからお別れしたいと思います。これは決して脅すつもりではなくって、私個人の感覚なんですけれども、私の意見では遅かれ早かれ世界的食糧危機は来るんじゃないかと思っております。ちょうど今コロナ騒動で食糧危機の可能性ということがちらほら言われておりますよね。で、まあ仮にこのコロナ騒動がこれ以上ひどくならず収束したとしても、私は遅かれ早かれ来るんじゃないかと。まあそれは世界的な気候変動や農業、種ビジネスのグローバル化などなどが考えられると思うんですけれども、まあそれに備えてできることからやっているという状況です。なのでもしこのお話に共感される場合は、できることからでいいので少しでも自分のところで食べ物を賄うという行動をとることをお勧めします。ということで、今日はおすすめの野菜ニラ、その特徴と注意点についてお話しました。今日もお付き合いありがとうございました。そうそう、今日はこの後この我が家の畑で採れたニラと同じく畑の鶏が産んでくれた卵でニラ玉を食べたいと思います。またね、チャオチャオ。